今週のセレチューブは宮崎キャンプ特集後編、監督や選手のインタビューをお届け。おもろいっしょって言ってた自分でメンタルが強い。新加入選手座談会もお見逃しなく。なんでやねん。ここでセレチューブからのお知らせ。シーズン開幕戦はもうすぐ。2月22日土曜日、ヤンマースタジアム長居で大分トリニータと対戦します。それに先駆けて今週末は J リーグ YB シールバンカップもスタートします。そして3月7日には J3 が開幕。ホームで開幕を迎えるセレッソ大阪アンダー23の戦いもお見逃しなく。今年もキャンプツアーが開催され、現地では特等席でトレーニングマッチを観戦したり、選手たちとの記念撮影も行われました。これで5回目になります。もう5歳なんで1歳の時から参加してるんで例年以上に楽しいキャンプツアーになったなと思ってます。また来年も参加したいと思います。これの人が来たんです。もういる人。早いですね。ありがたいです。素晴らしい、新アンバサダーとお酒を酌み交わし、いろんなお話ができたのでとっても楽しかったです。参加したサポーターたちは森島社長と藤本アンバサダーに見送られ、フェリーで大阪へと帰りました。サポーターの皆さんと、楽しく、ゲームしたり、食事したり、できたので、緊張してたんですけど、皆さん優しかったんで、とても、楽しかったです。はい、立場はやっぱり違うんですけど、このチームを思う気持ちっていうのはやっぱり、選手もそうですけど、サポーターの皆さんと、一緒ですので、長いシーズンが始まりますが、一緒に一丸となって、今シーズン戦ってください。頑張りましょう。まだまだ宮崎キャンプ特集、たこ焼きレインボーの2人が監督選手に迫ります。まずは就任2年目のロティーナ監督。まず宮崎キャンプでは主にどんなことに取り組んでいますか？もちろんこと수문통화를하더라고요피시코로테니코탁티코이타베라엘로로로테라라고팀의시아가리구에바이카가되셨습니까? Bien, tenemos la ventaja que ya la idea es la misma que el año pasado y eso ayuda mucho y bueno, los nuevos tampoco son demasiados y poco a poco estamos mejorando. 今シーズンの目標を教えていただけますか? オベティドでしたね。El objetivo es hacer un fútbol que guste a nuestros aficionados, que los aficionados se sienten orgullosos de lo que hacemos en el campo, y ese es el objetivo, jugar un fútbol que de verdad guste. 続いては木本選手を直撃。早速なんですけど、はい、出ました、セレチューブ名物テーマトーク。引いた選手はその質問に必ず答えなくてはなりません。はい、セレッソ大阪で一番面白いのは誰？後輩の長石です。おお、はい、長石選手、はい、キャラクターとしても面白いですし、滑ってもこうやり抜くメンタルというか、そういうのがあるので面白いなと。心が強い、はい、キーパーらしいというかメンタルが強いなっていう。おお、はい、なるほど。木本選手はセレッソと何番目ぐらいに面白いですか？リアルに12番目。リアルスタメンには入れないぐらい、ベンチぐらいです。じゃあ最後にカメラに向かってサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今シーズンはもうチーム全員が本気で J リーグ優勝を狙ってるので、サポーターの皆さんはもう本当に本気で優勝を狙ってほしいなと思うんで、自分たちも頑張るので、サポートお願いします。柿谷選手からは驚きのエピソードが。新加入のコーラを連れて、はい、もう前島で練習が始まってから何度か飯を連れて行ったんやけど、豊のことだけ連れて行くの忘れてて、豊川選手は勧めてなかったんです。思ってた、めっちゃ思ってた。そうでしょってなってたけど、それはそれで面白かったかな。もう一回キャンプ終わって帰って、いいコミュニケーションが取れたらなと。ありがとうございます。
そして柿谷選手にもカードを引いてもらいました。宮崎キャンプで一番面白かった出来事は、俺マルトは二人目やないけど、はい、俺二人目やなはずやのに、だいたい歩が、はいはい、あのベッドで寝てる。え、それ柿谷選手が俺らより先に部屋で入ってる。え、しかもあの練習着のままとかで、え、ちょっとなんならちょっと汗かいたまま、そうそうそうしてんのっていう。しかも先輩のベッドで、そう、ほんま謎なとこあるから、すごいですね。おもろいっしょって言ってた。言ってました、自分で、うん、自分で言ってた。メンタルが強い。ここからは新加入選手座談会後編。豊川選手、坂本選手、小池選手の本音に迫ります。セレチューブ名物テーマトークに行きたいと思います。まず皆さんの目の前にあるこのカードを順番に引いていただいて、書いてある質問に答えていただきたいと思います。まず最初のお題は、じゃん、お、なんだ、子供の頃の夢は、あ、これ簡単や、子供の頃の夢、もちろん僕はサッカー、サッカーだけではなくて刑事もなりたかったんですよ。刑事さん、刑事、警察、そうそう、刑事、あの、ね、僕小学校の時とか、はい、再放送でよくはみ出し刑事って、はみ出し刑事わかります？めっちゃはみ出し刑事知ってる？知ってます、知ってる、知ってます、すごいね。でもはみ出し刑事大好きで、刑事大好きで説得するとか好きだったから、最後なの、最後のシーンが好きなんですね。なるほど。坂本選手は、自分はずっとサッカーでしたね。何歳、幼稚園の頃、自分ラグビーやってたんですよ。マジ？ラグビー？ラグビー？ちょっともう、それはご家族がラグビーやられて、あ、そうなんです。結構俺泣き虫だったんで、あ、そのはい、強くなれみたいな、潰されてこいってなって、潰されてこい、いや、はい、鍛えてこいと、鍛えて、まあ結局途中で心折れてやめちゃいました。心折れちゃった、折れちゃいました。そっからもサッカーですね。小池選手も意外なスポーツ遍歴があるそうで、まだ、あね、1回小学校の時に野球クラブに誘われたことがあるんですよ。サッカーやってるのに、サッカーやってるのに野球やんないかみたいな、うんうん、足がずっと速かったんで、はい、そうでしたね。盗塁専門家わかんないですけど、ダイソー、盗塁してくれって、ダイソーじゃない、なぜか野球部に誘われたっていう、まあ、あと僕んち体操一家なんですけど、あの体操もやれって言われたんですけど、うん、初めて見学行った時に股割りやってたんですよ。あ、柔軟、柔軟のやつで、もうそれ見た瞬間にもう飛び出してきました。もう逃げるわけねえよ、もう絶対やんねえと思って、もうそっからずっとサッカーです。続いてのお題は、関西弁使えるようになりたいですね。おお、はい、関西弁ずっと関東だったんで、そうですね、ちょっとまだまだ全然慣れないっていうか、やっぱ関西弁使えないとちょっとね、ついていけないですよね。セレッソに、そんなことない、そんなことないですよね。なんでやねんとか、あー、そうですね、かっこいいですね。なんでやねん、簡単じゃない、いや、難しい、行ってみて、なんでやねん、お、うまい、うまいっすよ、うまいね、今まで聞いた、めっちゃうまいっすよ、俺、なんでやねん、めっちゃ、めっちゃうまいです、なんでやねんだけでも、もう一回お願いします、なんでやねん、あれとかちょっと、あ、違う、さっきもちょっと言う、なんでやねん、なんでやねん、ちょっと違うっすね、ちょっと違いますね、なんでやねん、なんでやねん、違うんだよね、ほんまかいな、なんでやねん、ほんまかいな、あんまり若者は、あ、言わんのか、話題は豊川選手の熊本弁の話になり、なんでやねん的なのないんすか、ないないない、特徴的な、いや、なん、なんばしょっとや、あー、なんでやねん的な、え、もう一回お願いします、なんばしょっとや、すごい、ちょっと変わったやないか、どういうシチュエーション、豊川選手、坂本選手、小池選手、今シーズンからセレッソをよろしくお願いします。最後に2月5日に行われたサポーターズコンベンションの様子をお届けします。こんばんは、京都サンガ FC から来ました下村拓也です。セレッソ大阪に選んだ理由は、素晴らしい環境でサッカーできるのと、自分がより良い成長ができると思ったからです。レンタルが復帰しました、北谷田です。私服の時はありますか？なかなか渋い質問ですけども、いかがでございましょう？まあ、ジャージが、あの、ジーパンがあんまり好きじゃない
ジャージをよく着てます。とても身近なところに幸せがあっていいですよね。ありがとうございました。こんばんは、東光学園高校から入学しました。入学じゃねえよ加入しました、西川です。よろしくお願いします。バルセロナが…という記事報道話がありましたが、その報道記事話を実際に自分が目にした時の率直な気持ちを教えてください。まあ大変光栄なことだと思いますけど、まあこう言われることに、まあ、自分は左右されることなく、まあ、日々自分が成長するたびに活躍するために、努力していくことの方が大事かなと思ってます。素晴らしいです。ありがとうございます。Qualidade de passe, a marcação, a chegada na frente para finalizar e a cabeça. O trabalho é um trabalho muito bom, trabalho tático, ofensivo, defensivo. Tinha acabado de chegar, fiz amistoso me preparando, me adaptando. Sou um jogador que gosta de jogar com a bola, de ajudar na marcação, de chegar na frente para finalizar. Então estou me preparando cada dia mais para enquadrar naquilo que ele pede. 次週は清武選手のインタビューをお届け。U23 のタイキャンプ密着企画もお見逃しなく。セレチューブは毎週火曜夜9時配信。チャンネル登録よろしくお願いします。壺を割るという作業。壺を割る。壺を割るの。待ってゲットできるから。ここでセレチューブからのお知らせ。シーズン開幕戦はもうすぐ。2月22日土曜日、ヤンマースタジアム長居で大分トリニータと対戦します。それに先駆けて、今週末は J リーグ YB シールバンカップもスタートします。そして3月7日には J3 が開幕。ホームで開幕を迎えるセレッソ大阪 U23 の戦いもお見逃しなく。